森川美穂のシンプルライフ、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか森川美穂です。さて、本日11月20日は、えー、カバーミニアルバムミフォの発売日ですイェーイありがとうございます。はい。えっ、ー、と、まあ、以前の配信でね、 このカバー曲のリクエストを皆様にこうあのなんかリクエストちょうだいって募集をしたところたくさんのリクエストが届きました本当にありがとうございます今日は皆さんから届いたカバーリクエストをねちょっと紹介してみようかなと思うんですけれども早速ですけれどもいきましょうかまずはオールディーズファンさんから頂い,いておりますこんにちはみほさんこんにちは最近このポッドキャストを知り過去の放送もすべて聞かせていただきました 特にカバーソングを歌われたお話や声の変化についてのお話がとても印象的でした。10代のみほちゃんのウィウィしい声、20代の力強い声、そして今の森川先生の深みのある声、どれもそれぞれの魅力が感じられて素晴らしいです。今の声は以前に比べ低音が豊かになり、高音のパワーが少し柔らかくなった印象もありますが、 その分、歌の表現力がより増しているように思います。特に、えー、今の声は、ジャズに非常によく合っていると感じます。以前、エラ・フィッツジェラルドがお好きだとおっしゃっていましたね。今も彼女のことをお好きでしょうかもしよろしければ、彼女の、All the Things You Are のような曲をカバーされてはいかがでしょうかこの曲も、エラのオリジナルではありませんが、多くの歌手に愛されてきた名曲です。 美穂さんの英語の発音も素晴らしいので、きっと素敵なカバーになると思います。えー、お忙しいところ、長文をお呼びいただき、ありがとうございます。森川さんの歌声が、これからのたくさんの人に感動を届けてくれることを、心から願っています。ぜひ、エラフィッツ・ジェラルドのように、70代になっても歌い続けてください。これからのご活躍を楽しみにしております。心より応援しております。ありがとうございます。温かい。えー、本当に応援の、 ね、メッセージを頂戴しましたありがとうございます、えっと、まずこのエラですけれどもエラフィッツジェラルドは大好きですよでねこの All the things you are 聞いたんですよ私難しい <laughs> いいや難難ししかったよだいぶ難しいよまあすごくいい曲だなと思ったんですけどもまあほにいろんな方がねあのカバーされていて歌われていてあの本当に名曲というふうにこうずっとね歌い継がれていってる楽曲なんだなっていうことはすごくよく分かったんですけども非常に難しいいや私ねでもねやっぱりねジャズね歌いたいんだけどねやっぱりねなんかこうね何て言うんだろううんジャズの壁が高いんだよなんか。<laughs> っていうのはやっぱり結構周りにやっぱりジャズを歌われてたりとかジャズを演奏されてたりするミュージシャンの方とかがすごく私の周りには多いのでなんかあのなんかやっぱこうちょっと自分とこうちょっと違うなみたいな感じのねあのことをいつも結構感じながらいるので。 まあそのうちまたちょっとカバーね自分のライブとかでもあのカバーライブとかやったときにまあ1曲2曲とかねちょっと歌えるといいなって思ってるんですけどもぜひ楽しみにしててください <laughs> さて、えー、続いてはコウジさんから頂い,いております背景森川美穂様正直に言いますと美穂推しはここ半年ほどしかありませんたまたま入ったコンビニでたまたま流れていたブルーウォーターを耳にして あれ聞いたことある歌だな歌ってたの誰だっけ聞,く聞き覚えがある声だよなとなんだかいても立ってもいられなくなり調べまくった結果その方が森川美穂さんだと分かり同時にどんな曲を歌っていたかも調べましたところが調べれば調べるほどあれもこれも聞いた曲が出てくる出てくるよくよく考えてみたら当時は、えー、同じ年ぐらいで歌上手だなと結構明んのこと好きだったじゃんと思い出しました。 これそれからは毎日美穂さんの歌を聞きまくりでこれもいても立ってもいられなくなり5月にはブルース・アレイで行われたライブにも初参戦7月の夏祭りにも参戦11月のライブにももちろん参戦しますでこのポッドキャストも当然聴いているわけですが美穂さんにぜひカバーしていただきたい曲があります聖子ちゃんも明菜ちゃんもいいですが澤田研二さんの「大和より愛を込めて」。 ご自身でも沢田研二さんのことを好きだと以前の番組でお話しされていましたが5月のブルース・アレイではズバリこの曲が好きだとおっしゃっていましたよね同世代の人ならあの映画のエンディングでこの曲を聴き涙したのではないでしょうかピアノソロでも絶対いいですよねどうか機会があったらこの曲を歌ってくださいその日を心待ちにしておりますというわけで私の見放しはこれからも続いていきますのでどうかお体に気をつけてこれからも素敵な歌声を聴かせてくださいねと みほさんの「い」僕も好きです <laughs> ありがとうございます <laughs> いやあの本当になんかこんなに熱いこうなんかメッセージを頂けて本当にあに感激しているんですけれども5月のブルース・アレー7月のね夏祭りにも来てくださってで11月にも来てくださったというか本当に、ね、ありがとうございますそう澤田研二さんの「やまとより愛を込めて」あの曲ね本当超名曲ですよね 大好きだったんですよ子供の時 <laughs> なのであれ多分多分,多分小学生だったと思うんですけれども私ね映画はね多分ね見てないと思うんですよねうんあの確か宇宙戦艦ヤマトだったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、あの映画見てないんですけどもうジュリーの歌がすごく好きでレコードはあの持っておりましたそれぐらいあの大好きな楽曲でしたこれちょっとそうですね うんちょっと考えてみますね今後ちょっとあの期待しててください <laughs> ありがとうございますいやでもやっぱりこうやってこうなんかコンビニで聞いてこうああって思い出したとかねあのたまに最近あったりするんですけれどもまあ、いろんなところでねあの私の楽曲が流れてるってのすごく嬉しいですね実はあの私のあのスタッフのふみちゃんがですねこの間あの大宮駅であ少し前になるんですけども大宮駅であの ポジティブが大音量でかかっていたと <laughs> 言っていました。ねだからそうやっていろんなところでこういろんな楽曲があの流れてるっていうのは本当に嬉しいですよね。またそこからね、新たな私の楽曲を聴いてくださる機会があるっていうことは本当にありがたいと思ってます。ありがとうございます。さて、他にもね、実はたくさんいただいておりまして、えっとね、これね、元坊主さんからいただいてるのは、レッド・イット・ゴー、ありのままで。 アナと雪のの女王のエンンドソングです美穂さんに自分の思う曲を歌わせることができるかもしれない神企画早速リクエストをさせていただきます超有名な「アナ雪の歌」ですがエンドソングと劇中歌とは別物のようでこちらを初めて聴いた時に直感でこれは森川美穂で聴きたいと思った曲です全くの余談ですが年齢的にアナ雪にドハマリ中の4歳の娘は アルバム「ラブレター」の紫色のひらひらしたお召し物の美穂さんを見るたびこの人エルサだよねとのだまっております。<laughs> ではではこれからの作品も楽しみにしています。4歳がかわいいそうかあ,あの劇中の歌と違うんですね。それちょっと知らなかったんでちょっとこれはチェックしてみますね。ありがとうございます。 あとね、あの、しらぬいさんからは、えっと、中島みゆきさんの夜曲、初期の中島みゆきさんを代表する一曲です。森川さんも一度ぜひ聴いていただき、何か感じるところがあれば、ぜひぜひカバーしてください。美穂さんが大切にしている歌詞の世界観、物語性を感じられる歌詞を表現してください。そうみゆきさんの曲ってね、 なんかねものすごくね難しいんですよ私の中ではねあの、まあ、今回このカバーミニアルバムの中で、えー、中島みゆきさんが作詞作曲された「カモメはカモメっていう歌を歌わせていただいてるんですけれども、まあ、これ私みゆきさんで聞いたのではなくて剣なお子さんが歌われていたのを聞いて大好きになって、あのー、歌ってた曲でもあったんですけれども。 いやみゆきさんの曲はねなんか難しいあのほら前にえっ、ー、と何だっけなあのー、なんか一曲歌ったよねあの何、ー、て曲だっけだって忘れちゃったんだけどさあの曲もかなり難しかったようん、あのどこだっけなえっ、ー、と赤坂でのライブだったかなコロナが明けたか明けないかぐらいな勢いの時明けたぐらいの時かなお客さんが久しぶりに入って。 なんかお客さんの拍手がすごく嬉しかったあの時だったと思うんですけどカバーライブやった時にそうなんか歌ったことがあるんですけどあれもねすっごい難しかったですねあとねあのー、すごい面白いのがミサさんから頂い,いてるんですけどすごいよ椎名林檎さんの「人生は夢だらけ」「キングヌーの白日」「与熱原氏さんの「レモン」「エメさんの蝶々結び」「中森明菜さんの「デザイー 久保田早紀バージョンの100万本のバラ、日本語バージョンの監獄ロック、えっとミ s シャさんの愛の形、でミ s シャさんの眠れる夜は君のせい、d r e ドリームスカム t r ルーで優しいキスをして、歌謡曲だけでなく、アイドル、新旧 j ポップ、j、いろんな歌を聴きたいですと。へ 幅広い最近の楽曲とかも入っていた幅広いですねあとこちらあつこさんはシュリエーコさんのジェット最終便西田幸子さんの涙の乾くまでえカバーされている森川さんの歌唱が、えー、漂う空気感が大好きです森川さんの声で聞きたい曲がありすぎて絞った結果2曲も書いてしまいましたがどちらの曲を いつかき聞けたらいいなと思っています。機会がありましたら、60年代70年代縛りで歌謡曲、カバーライブをしてほしいです。あ、これちょっと面白いかもしれないですね。やっぱりどうしても70年代後半から80年代の楽曲が私結構カバーが多いので、60年代と70年代の縛りでカバーのなんかこうライブやるっていうのも、これもまたちょっと面白いですね。もうあのシュリエイコさんとか日産幸子さんとかっていうと、ちょっとやっぱ世代が。 あの上になってしまってちょっとあんまりねじっくり聞いたことがないので今度ちょっとゆっくりあのじっくり聞いてみたいなと思いますあとねえっ、ー、とね面白いのがね斉藤和之さんはあの鈴木雅之さんの「ガラス越しに消えた夏鈴木雅之さんの圧倒的な歌唱力で歌い上げた名曲を美穂さんの圧倒的な歌唱力でどう表現してくれるのかが楽しみですということですねあとみーたんさんは高田水江さんの「私はピアノ」 また聞きたきいで、すす。す。とと書いいててくださってままありがとうございますでこれもっとちょっと面白かったのが、高一さんから頂い,いております。まずは2曲あるんですけど、まずは浅香唯衣さんの BelieverGain、そして森口博子さんの産声。この2曲、24年の夏祭りの番外リクエストとして、強引にメッセージに書き込んでいたのですが、さすがにランキング形式のライブで採用言っていただくのは無理でしたね。でも、 私、高一のメッセージも読んでいただき、ありがとうございます。ポッドキャストシンプルライフを、シンプルライフ第10回でカバーをテーマにお話しされた後にこのリクエストフォームができたということは、我がリクエストの趣旨も組んでいただいて始まったのではと勝手に喜んでいます。さらに、23年および24年春開催のミュージックモアコンサートで、浅香結衣さん、森口博子さんのお二人と共演された際、この その2回では実現しなかったものの美穂さんを含めて皆さんが次回はやろうねと言われていたのが互いに相手の持ち歌を歌をうこと私自身は「ミュージックモアコンサート25春が開催されそこで実現することも当然期待していますがそれを待たずにカバー曲ライブにも積極的な美穂さんから唇を切ってほしいいや唇を切るのがふさわしいと思っています。 私にとっての浅香唯、森口博子ナンバーワンお気に入りの曲であるこの2曲「ディーバ、歌姫森川美穂」がどう歌うのかどういう別世界を作り上げるのか心より楽しみにお待ちしておりますということなんですけど私これ最初博子ちゃんの「産声」ってこれねあの こんな英語ってあっ,たっ,けと思ってあたけめっちゃ調べたんですけど <laughs> これあのー、あれですねあのー、この歌詞実は五郎さんが書かれていたんですね松井五郎さん作詞だったんですね調べてみてで聞いてみてあ知ってる知ってるこの曲ひろこちゃん歌ってたと思ってはい聴きましたで朝香雄ちゃんの「ビリバーゲン」ねこれもねすごいいい曲ですよねこれどうでしょうか皆さん あのもし来年この「ミュージックモア」のコンサートがあったら実際に本当にやろうって誰か言い出すんでしょうかこれ私やっぱりくしびきるのは私なんでしょうか <laughs> ちょっとわからないんですけどでも、うん、この企画はね私ちょっと面白いと思うんですよねお互いの曲をこう歌い合うみたいな、うん。っていうのどうかなーってちょっと思って。 たりするんだけどね。ちょっと面白い企画なんじゃないかな。まあもしね、春来年やるとしたらね。うん、ちょっと1回聞いてみたい、歌ってみたいなと、はい、思いますね。あとは、そうですね。 大橋淳子さんの、あのー、愛は時を超えてっていう曲をリクエストくれたのはプルーンさんですね。ありがとうございます。歌詞もメロディーも歌声も胸に響く大好きな曲です。大橋淳子さんの方法を聞いたとき、この曲を何度も聞きました。巡り合えた喜びが私を励ますのよの部分がじんときます。美穂さんの歌声で聞いてみたいです。いや、こうしてみると、私知らない曲いっぱいあるわと思って、 うん、あとねこちらあおさんから頂い,いているんですけれども、えー、と石川祐子さんの「雨に抱かれながら」とか西田愛さんの「マイストーリー」これね実は松井五郎さんの作詞だそうで,、はい、でこういう曲だったりとかあと村井真理子さんの「夢じゃなくて恋じゃなくて佐藤淳子さんが作詞した幻想的で透明感のある冬の楽曲だそうですよ。これちょっとねじっくり聴いてちょっとね 歌うっていうのもありありかなと何、はい、か思ったりなんかしてきましただんだん <laughs> だんだんそんな気持ちになってきましたはいいやこれちょっといろいろありすぎてすごくなんか困っちゃうんですけどちょっとあの一回整理してじっくりゆっくり1曲ずつ聴いてってであのピックアップしていきたいなと思うので、まあ、あの今後 そうですね、来年からまたねあのちょっとカバーライブもまたぼちぼちやっていくので是非その時を楽しみにお待ちくださいさて、まあ、リクエスト本当にねたくさんいただいてありがたいですがまああのカバーのねミニアルバム えー、ミフォっていうのが今日発売になりましたもう聞いてくださった方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもまだ聞いていないという方はぜひ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 聞いていただきたい。まあ、今回はかもめはかもめさっき出てたかもめはかもめもあるしあとやっぱりあの えと中森明菜さんが歌われていらっしゃる「難破戦」とか、うん、で私の一番の,あのやっぱりおすすめは「裏窓」ですね。<laughs> やっぱりどこまで押すねんお前みたいなでもやっぱあの歌はやっぱ結構うんやっぱりんか1 5 6歳で聴いて好きになった曲がいまだになんか大好きっていうのもすごいやっぱりなんか人間が人間の好き嫌いとかっていうのってそうそう変わらないんだなっていうのを今回こう歌ってみて実感したんですよね。 うん、であの「あの裏窓」ってね実は浜田金吾さんもご自分でもちろん歌われているんですけれどもあの高橋真理子さんもちょっとねジジジャジーにあのアレンジされてて歌ってらっらしゃるんですよすごいやっぱりなんかこう、ね、高橋真理子さんは高橋真理子さんなりの「の裏窓が」が世界観があって良くて。 でやっぱ濱田金吾さんのオリジナルだけあって濱田金吾さんの世界観があってやっぱりいろんな楽曲がいろんな人に歌われていく中でやっぱその歌手自身が持っているその、ね、雰囲気だったりとか色だったりそういうものって歌のこう世界観とかっていうのが変わっていくんだなっていうのを本当に今回あの実感した次第です。なのでちょっとねこれからもどんどんカバーライブをやっていきますので、まあ、これにこりずですねあのカバーリクエスト専用 フォームというのがございますのでこちらの方からぜひぜひカバーねたくさん、えー、お送りいただきたいなと思いますはい、えー、そして、えー、このですねアルバムリリースライブ、えー、実は先日行ってまいりました、えー、このアーカイブのなんですがアーカイブで配信しています、えー、このアルバムのリリースライブ11月23日まで 土曜日まで、そして翌日に行いましたモダンヒストリーライブは11月24日まで、えー、配信をしておりますので、あのー、ちょっと一回見てみようかなーって思ってくださる方がいらっしゃったら、ぜひこのアーカイブ配信中なので、あのぜひご覧いただきたいなと思います。そしてて来年1月月にににはは福岡と下関2月には名古屋にてこの アルバムミホのリリースライブを開催いたしますので詳しくはホームページ等々をご覧いただければと思いますよろしくお願いしますということで毎週水曜日午前中に新しいエピソードを配信しています森川美穂のシンプルライフ番組メールフォームからのお便りも大募集しております最新のライブ情報等々は私森川美穂の公式ホームページをご覧くださいそれではまた来週お会いしましょう森川美穂でした